ということで、セクション3は有機化学における検出と反応と題して、えー、お話をしていきたいと思います。まずは、元素を、えー、検出する。 えー、その特定から行きましょう。えー、炭素は、えー、燃焼後、えー、石灰水に通じる。そうすると石灰水が白濁する。まあ、そゃそうですよね。もともと炭素を持っていて燃やしたら CO2 になるわけですから、えー、石灰水が白力濁ればっていうふうな、そんなやつです。まあ、これは、まあ皆さん知ってると思いますし、H も知ってるんじゃないですかね。はい、H は硫酸ドーム水塩まあ、もしくは塩化コバルト紙でもいいですかね。 まあ、とにかく水を確認するわけですね。硫酸道無水塩は白色から誤水和物になって青色になります。塩化コバルト紙はもともと青だったものが赤色に変色する。まあ、これを利用して水を確認できたら、それは水素原子が資料の中にあったというふうに言うことができるんですね。N。えー、NAOH を加えてアンモニアを有利させる。 アンモニアを有利させることができたら、無機化学で何度もやったかと思うんですけども、HCl を加えると白煙が生じる。白煙の正体は NH4Cl ってやつでした。Cl。焼いた銅線を飼料につけ加熱すると、銅線がイオン化して、青緑色の炎色反応を見ることができる。なんか、かっこいいなんか必殺技みたいな名前がついてるんですよね。バイルシュタインテストなんていう風に言っています。そして S。 S, S は、えー、NA を入れて加熱融解することによって、えー、そこにこれちょっと書き忘れましたね PB2 プラス、えー、を含んだ溶液を入れると黒色沈殿 PBS ができるよというやつですねはい、えー、S に関してはそうだねあんまりこう 最初の有機化学では出てこなくて、高分子化合物、特にタンパク質を扱うときによく出てくる、そんなイメージがあります。えー、まずは元素の特定でした。次は官能器の特定です。 はい。まず、炭素間不飽和結合を調べるためには、色のついてる液体、周素水だったり、カマンガン酸カリウム水溶液を加えてあげてください。こいつら加えると、えー、二重結合をぶっちぎっちゃいますから、えー、脱色されちゃうよっていうやつです。次。 ヒドロキシキヒドロキシキって呼んでますけども、とにかく OH がついてるものと考えてください。なんせナトリウム単体って言ってるんで、お分かりかと思うんですけども、向き合ってる皆さんだったら、えー、水だってナトリウム単体だったら反応するやんけって話ですよね。ちょっと化学反応式変えてみます。えー、こんな感じで。こういう風うになると。 そう。ここの H の部分が OH の H の部分がえ代わり、えー、に NA になりますよと。OH が ONA になりますよ。これを利用します。ですから OH がついているもの、代表例はアルコールです。ただ、カルボン酸、あれヒドロキシ式って本当は呼んじゃいけないんですけど、えー、COOH のこの OH の エッジが反応するよねってことでカルボン酸も OK。フェノール類っていうのは、ベンゼン管に直接 OH がついたもの。はい、これフェノールという物質なんですが、これフェノール類。えー、これを見つけるためにナトリウム単体をぶち込んで、水素を発生させるという実験をします。還元性。 ええー、アルデヒドがもう代表的に還元性を有する物質ですね。まあホルミルキーを有しているという言い方をした方がいいでしょうか。ええー、その他にもギ酸ギ酸っていうのはまあこの後紹介しますけど HCOOH というカルボン酸なんです。はい。ここだけ見ればカルボン酸ですよね。でも、ここを見るとホルミルキーがありますよね。 はい。ですんで、えー、カルボン酸唯一還元性を示すものとして、ギ酸が名前として上がってきます。あとは、高分子化合物で担当は、えー、還元性を有するよっていう風なやつですね。還元性を調べる方法は2つあります。硝酸銀水溶液、またはフェーリング液。 フェーリング液には銅が、えー、イオンとして入っています。銅イオンが入っています。硝、え、酸、ー、銀水溶液は銀が生成して銀の鏡のようなものができる銀鏡反応と言われるものが起きい、こちらは CU2O という、えー、褐色の沈殿。 が、できると言われています。大丈夫でしょうかね。はい。これは還元性を調べる実験です。具体的な化学反応は、後の部分でね、扱うことになるかなと思います。次。紹介してませんでしたね。アセチル基と呼ばれるものが、実は関能基としてあります。アセチル基、c h 3 c 2重結合 O なんとか。 もしくは CH3COHH なんとか。正確にはこちらだけを、えー、アセチル基と呼ぶんですけども CH3CO をね。これもアセチル基のようなものとしてカウントしてあげてください。こいつは要素と、えー、水酸化ナトリウムを加えたものを加えてヨードホルムという黄色の沈殿ができたら、はい、こい、ここを持ってるよ。 こういうものを持っているよっていう風に名前をつけることができるわけなんですね。ちなみにこの R の部分には、えー、C か H しか来ることができません。だから、えー、例えばここに O が来て、そうですね、えー、こういうフールなのはダメだよっていうことです。具体的にどんな物質がありそうなのかちょっと検討してみましょうか。 例えば H が来ると CH3COH これはアセトアルデヒド、えー、ここにさらに炭素がくっつくと、まあ、こんな感じになりますかね、えー、これは、えー、アセトン大体いいですねこう「アセト」「アセト」っていう言葉がくっついてくるんですね はい。もう他にもたくさんあると思いますが。こっちだったらどうなんでしょうね。例えば、ここに H が来ると CH3CH2OH でエタノール。ここにこう来ると2プロパノール。もう一個ぐらいって言います おっと。失礼。ええー、よしょっと。2、ブタノール。大体いいですね、こう、2なんちゃらって名前が付くのが多いですね。ちなみにこれ、2なんちゃらって名前が付く理由は簡単で、炭素の、えー、1番目、2番目、3番目、4番目の2番目に OH が付いているので、2なんちゃらノールっていう風な名前になるんですね。 まあ、この4個は少なくとも覚えておくといいんじゃないですかね。ええー、そして、フェノール類。先ほどご紹介しました。ベンゼン管に OH がついているもの。まあ、これ自体はフェノールと言います。フェノール類と言われるのは、他にもいろいろあって、例えばこういうふうに OH があって、で、ここに CH3 が来ると、クレゾールっていう物質になったりもするんですけども、はい、ええー、塩化鉄三を加えるってやつですね。 塩化鉄3を加えると、はい、青から赤に定食をするよ、なんていうふうに言われています。この反応たちはこれからずっと出てくるので、しっかりと覚えておきましょう。次に、有機特有の反応ってやつですね。1番、痴漢反応っていうのがあります。 これは、えー、有機化合物のエッジが何か違うものになるよと。バカな語呂を書きますね。すごいバカな語呂ですから別にこれで覚える必要はないんですけども、僕は、えー、エッチなお尻、サワさサわワさわ痴漢反応なんていう風に覚えた気がします。まあ、この痴漢じゃないですけどね、感じね。はい。バカな語呂でごめんなさい。 はい。えー、例えばここにメタンがありますね。このメタンの、はい、ここに注目をしてください。ここに CL2 のうちの片っぽがここにダイレクトアタックを仕掛けて、こういう風になる。そして、この今消えた H と残りの CL で HCL ができる。ちなみにこのできた CH3CL はクロロメタンという名前が付いています。続けていきましょう。 2番、不可反応。不法和結合を切って挿入するよと。例えばエチレンがあります。このエチレンの、ここですね。えー、よいしょ。この1本をちぎっちゃうんです。ちぎって BR が無理やり入っていく。これが、 負荷反応と言われるものです。大丈夫でしょうかはい。不可。新しくプラスされるっていうことですね。はい。えー、こっちは原子数は12345、12345、原子数は変わらないんですが、こっちは原子数123456が、えー、12345678と増えてしまったので、負荷加,加えましたよというふうな言い方になります。名前言えますこれちゃんと。 一番目と二番目の炭素にブロモキがついているので、一、二、字ブロモエタンと言いましたね。三つ目、脱離反応、縮合反応も一緒に見ちゃいましょうか。とにかく低分子な物質が取れるんです。ここで言う低分子って代表的なものとして水があるんですけど、一分子の中から水が取れるものが脱離反応、二分子間から水が取れるものは複合反応と呼びます。 よく問題で出てくるのはこれです。エタノール。先ほどご紹介しました。C に H5OH があります。この一分子中の H と OH が取れる。高い温度じゃないとなかなか一分子からポーンと取れません。取れたらこの部分の手が余ります。余った手をここで繋ぐんですね。こんな感じで。はい。えー、エチレン。エテンですね。ができます。 そして水が取れるよという感じ。こういう覚え方を僕はしてますね。脱離反応が起きることによって不法和結都合を新たに作り出すことができるよと。こんな感じでしょうか。それに対して縮合です。ちょっとこれ、こういう風に書いちゃったんですけど、もっとわかりやすく、ちゃんと二分子書いていますね。まず一分締め。 で、二分子め。そして、ここの、まあ、どう取ってもいいんですけど、こう取りましょうか。H2O が取れて、で、ちょっとこの O 消えちゃったので、もう一回 O を真ん中に書いて、このようにエーテル気質にくっつけてあげると、え縮、ー、合が成立したよという感じです。できるこの物質、ジエチルエーテルと言います。エチル基が、 二つついているエーテルってことです。そして水が取れて温度は130度と書いてありますね。そう。温度によって、えー、このように変わってきます。ちなみに硫酸は脱水作用があるので、両方に放り込んどいてあげてください。次。快感反応、えー。輪っかが切れるんです。 例えば、ここにイプシロン。これ、なんか3の逆みたいな字書いてありますけど、これイプシロンというギリシャ文字です。イプシロンカプロラクタムというえ炭素の数が、1、2、3、4、5、6。そして、CO と NH がくっついているやつがあります。これが N 個あると。で、その N 個あったものが、ブツンとちぎれて、ちぎれるとだからこうなるわけですよ。えー、NH、 えー C が6個。正確に言うと CH2 が6個あって、で、CO という風な感じで、で、こういう風に手が生えてるんで、じゃあまた同じように違う色でいきますか。NH がこういう風にまた割り込んでいって、で、CH2 括弧閉じて6っつって CO ってあってっていう風なのが無限に続く。まあ、無限、無限っていう言葉はあんまり良くないですけどね。たくさん続く。こういうことを繰り返しましたよという意味で、ここに N。 多数という意味があります。この N にはね。はい。できた物質は6ナイロンと言われるものになるよっていうやつです。続けていきましょう。酸化反応。今から僕は酸化反応だけ触れますが、逆操作は還元反応になります。えー、考え方は3つ。H を失うか、O をぶち込むか、CC 結合じゃなくて CO 結合になっちゃうか。まずはメタノールを酸化させていってみます。 メタノールを酸化させると、まずここにあるエッジがありますね。えー、ここにあるエッジがありますよね。このエッジ2個が吹っ飛ぶんです。吹っ飛んだら CO というふうな、こういうふうに二重結合ができる。はい。できた物質はアルデヒド。ホルムアルデヒドができました。そして、さらに酸化をさせると、このエッジのところに O がスッと入って、HCOOH。カルボキシキができましたね。 疑酸という物質になるんですけども、えー、こういう風な反応形態があります。あとは、ここに、今一度書きますね。エテン、エチレンです。これを直接酸化させると何が起きるかっていうと、ちょっとこれ下の方で説明していいですかえー、ちょっとやってみますね。うーんと、こういう風にあった時に、 酸素が、まあ、ちょっと、今回ここ1個だけにしときましょうか。この状態のやつが、ここにアタックを仕掛けてくるんですね。ここにアタック。俺と二重結合を作ろうぜって。そんな無茶なって話ですけど、その無茶なことが起こってしまうんです。こんな感じで。 そうするとですね、この C パニックなの分かりますこの C 絶対パニックですよ。だって、棒の数4本じゃないといけないのに、1、2、3、4、5、6個あるわけですよ。それはあかんってことでどうしたらいいかっていうと、棒を2本消します。1本目はここの CC 結合のやつを1個消すわけです。ちょっと消えすぎましたね。こんな感じ。もう一つは、エッジをどっかに吹っ飛ばしちゃうんです。 で、吹っ飛ばしたエッジはもちろんどっかにくっつけてあげないといけないので、余ったこっち、こいつ手一本余っちゃいましたからね、エッジをくっつけてあげる。このような反応。これも酸化反応の一つです。できる物質はアセトアルデヒド。はい。このパターンね、酸化反応を覚えておいてあげてください。最後7番は15。2番、4番、5番。 えー、負荷反応であったり、縮合反応であったり、快感反応であったり、こいつらを利用して低分子を多数くっつける。実はさっきの5番の例がそうなんですね。5番の例。えー、イプシロンカプロラクタムという低分子な物質を N 個多数用意して、6ライノンという高分子を作る。付加反応の例も紹介しましょうか。えー、多分高校1年生でエチレンを多分皆さんは扱ったと思うんです。こうやって。 このエチレンの二重結合をちぎると、えー、ちょっと絵が下手くそだったな。もう一回やっていいえー、最初この状態からスタートしていいかなえー、こういう風に二重結合があったものを、こういう風に削って、そして手を一本新しく生やすと、これを何度も何度も繰り返して結合させれば、ポリエチレン。 なんでか知んないけど、ポリエテンとは言わないんですよね。まあ、そうどうでもいいですかっていう風なもの。えー、これがまあ、重合と言われるものです。だから、重合には、不可重合と言われるものがあったり、えー、ポリエチレンテレフタラートを作るんだったら、縮号による縮号重合だったり、そしてさっき見てもらった6ナイロンを作る、快感重合というものが、まあ、あるわけなんですね。ここまでいいですかね。 さて、勇、え、気、ー、のルールブックと題して、えー、やっていきました。さあ、この反応たちを踏まえた問題がこちらになります。では、えー、問題は、えー、ダウンロードの方、えー、できればしてみてください,、えーかいえー。概要欄にありますんでね。じゃあ、3秒後に解説始めます。3、2、1。行ってみましょう。次の A、B 両方に当てはまる化合物 X を答えろ。 はい。青緑色の炎色反応。もういいですよね。バイルシュタインテストです。つまり、CL を持ってないといけません。持ってないやつ全部×打ちましょう。次。塩化鉄酸を加えると。いいですね。これは塩化鉄酸反応。ベンゼン管に直接 OH がついているもの。フェノール類を探しましょうというやつですね。 大丈夫ですかついてこれてますかはい。弁ン管ンに直接 OH がついてないといけません。だからこのパターンが OK です。これどこにも OH ないですし、これも OH ないですから、答えは6番となります。ちなみに、これダメですよ。これ塩化鉄酸示さないですからね。これはダメですよ。これ弁ン管ンに直接 OH ついてないですから、塩化鉄酸反応は示しません。注意してください。OK。2番行きましょう。 2番。えー、アセトン及びニープロパノールを図として乗っけています。では、A から見てみましょう。A、アセトンはニープロパノールの酸化により得ることができる。どうでしょうやってみましょうか。まず、ニープロパノールはこのような感じになっていました。2番目に OH がくっついているってやつですね。 酸化の方法はいろいろありましたが、えー、今回はエッチを2つ飛ばして CO で二重結合を作ると、はい、アセトンができますね。はい、A は正しそうです。このアセトンはフェーリング液。フェーリング液って還元性を示すものでしたよね。アルデヒドが代表例だったと思うんですけども、 これはアルデヒドじゃないですよね。だから B は×。ケトンっていう物質でした。アセトンにヨ素と水酸化ナトリウム。はい、出た。問題ないですね。これはヨードホルム反応です。ヨードホルム反応を示すものは CH3CO に何かっていうパターンでした。これはそのパターンを満たしているので正しい。 つまり、正、語、正。答えは3番になったよっていう感じです。OK。3番。さあ、これはちょっと計算問題ですね。じゃあ、ちょっと頑張ってみましょうか。ちょっと一旦個実には聞いてもらいましょうかね。はい。分子量が94である方向属化合物。いいね。方向属って言われた瞬間に、まずベンゼン感書いていいんだね。 もう一度確認するよ。ベンゼン管っていうのは、炭素がこんな風にあって、水素がそれぞれこういう風にくっついているものでした。に、えー、塩化鉄三を、おっととと、また出たよ。塩化鉄三。つまりこれ、ベンゼン管に直接 OH がくっついてるんだよね。じゃあ、こいつ OH にしようかな。今、この物質は炭素が6個。 水素も6個。O が1個。これ、計算するといくつになるんでしょう ?72 たす、えー、6たす16で94。O、これですわ。今回、フェノールを考えてくださいというふうに言っていましたね。じゃあ、ちょっと、えー、もう一回、清書しますね。はい。まあ、こう、OH があります。で、これに十分な量の水素を付加させた。 失礼。痴漢させたって言ってますね。痴漢っていうのは大丈夫ですね。エッチなお尻さらさら地下反応バカみたいなことを言ってますが、このエッチの代わりに OH じゃなかった今回は BR。BR がこうやってフッと入ってくるよっていうことなんですね。じゃあ、適切なものはどれでしょうかって言ってるんですけども、これどうやって解いたらいいんでしょうね。どうやって解いたらいいんでしょうねっていう理由は簡単で、何個これ BR くっつくんだろうと。 これ実は最終的には覚えることになるんですけども、今回はあえて計算でやってもらおうと思っています。実は計算でできるんです。今回は H の最大数が6です。ちなみに、1個置換すると一体どうなるかから考えてみましょう。1個置換すると H が消えますから、まず分子量はマイナス位されますね。そして BR がくっつきますから、 分子量は80増えて、79増えることになるわけなんです。これを利用するとですね、94。79を足し算すると、えー、94足す79で、えー、173。あの、ぶっちゃけた話しましょうか。もう僕1の位しか実は見ていません。 はい。今、これが初めの状態。これが1個深さした状態。そして、あ、荷じゃない。痴漢させた状態。そして痴漢できる可能性は最大で6個ですよね。1、1、2、3、4、5、6個。もうでに1個深さしますから、全体で6。そうするとね、こんなことに気づくんですよ。あのさ、 えー、これ、79。つまり、9ですから、足し算すると、1の位がこうやって1ずつ減るんです。こういう風になるはずなんです。だから、最大で6つ置換することができる。ってなった時に、考えられるのは、1の位が321098なんです。これしかないでしょということで、答え3番なんです。 ちなみに3個付加させると、えー、94に、えー、79を3回足し算すると、ちゃんと331一でできます。はい。実はもうできるものははっきり決まっていて、実はね、えー、ちょっと邪魔なエッジはもう消しちゃいますね。d r はこの状態だと3つしかくっつけないっていうのは、方向族をちゃんと勉強すると、 あの、実はもう覚えちゃうんですけども、まあ今日はあえて知らない体で皆さんにやってもらいました。できる物質は246トリブロモフェノール。というものになります。ここはいいですかねはい。では4番行きましょう。何これ 以下の物質に臭素を付加させたとき、生成物が不正炭素原子を、臭素を今度は付加させるのね。二重結合をちぎるのね。じゃあ A から全部ダッシュで書いていくよ。A、この1個が消えて、っていうことは CH2。えー、こっちは BRH。で、ここに臭素を付加させますから、BR、BR。 こいつは同じものついてるから、不正炭素原子。大丈夫だよね。不正炭素原子をもう一回復習すると、炭素の周りにあるものが、w, x, y, z のように、すべて違うもの。not イコールになるもの。そしたらこうやってつけていいんだね。今回は、不正炭素原子を一個だけ持つものね。まあ、こいつ不正炭素原子持てません。で、こいつも BR、br, b r 同じもの持ってるから持てません。a はダメっぽい。 B 行こう。B もサクッと書いていくと、えー、CCHHCH3HBRBR かい ?BRBR。こいつはダメだけど、こいつは CH3HBRCH2BR と、こいつは不正炭素を持てそう。一個だけね。じゃあ B は OK だ。 C も同じようにやってみよう。えー、これは、どうなんだえー、C, C, H, C, L, C, H, 3, H, B, R, B, R。えー、これはですね、こいつは H, C, L, B, R、なんか得体の知れないもので不正炭素原子になれて、こいつも H, B, R, C, H, 3, 得体の知れないもので、2個持っちゃうんだね。1個だけっていう条件は、 無視してるね。D はどうなんだろうか。ええー、さっくり行きましょうか。C, C, H, C, L, B, R, H で、B, R,、H e、B, R, B, R, B R もう右側は B, R, B, R 同じもの来ちゃってるからダメですね。で、こいつはどうかっていうと、H, C, L, B, R, C なんちゃらっていう得体の知れないもの。こいつは不正炭素1個持ってる。D, OK。ということで、 B と D の組み合わせで答えは5番になりそうです。ラスト。うつの構造式。ニーブタノールですかこれ、えー。で、表される物質に関して誤りを含むものを選びなさい。1、水、いいねもうヨードホルム反応でしょう。はい。ヨードホルム反応。はい。ヨードホルム反応は CH3C これは OH パターンね。H, OH 何か。炭素か水素。問題なそうじゃないですか。これは黄色の沈殿を示しそうだ。OK。塩化鉄さん。バカ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 。塩化鉄さんは、ンゼン管に直接 OH がついてるものでしょこれでしょベンゼン管ないんだからもうこれダメじゃん。ということで答え2番です。えっ、ー、と、ちょっと待ってね。 ちゃんとこう綺麗に答えをちゃんとこうつけないといけないね。2番はダメよ。これは正しいよってことでね。単体のナトリウム、お懐かしゅうございますね。アルコールは OK ですよね。これアルコールッ h 持ってますもん。OK。 硫酸酸性のニクロム酸カリウム水溶液で酸化するとケトンができる。本当かやってみよう。えっと、じゃあちょっとブレイクして書いてみるね。C, C, 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 O, H, 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 H. そして、H が消えて、これも消えて、二重結合を作ったら、 ケトンの出来上がりって感じですね。ここケトン器ですもんね。OK です。で、5番はまだ教えてないことなんですが、はい。えー、酢酸と縮合するとエステルが生成する。はい。酢酸エチルっていう物質ができるんです。本当かどうかやってみましょうか。えーと、じゃあ、こう書いちゃいますね。えー、せっかくですからここで練習しときましょう。C、C、C、C で、 えー、これあえてそうだな分かりやすく書くためには、えー、ここに OH を置きたいなここに OH を置きたいでここに C 置いとけばいいかなはいこれだったら問題ないんじゃないですかね同じこと書いてますよねう、えー、ん同じこと書けてるか違うねここに C でしょうねはい こういう感じですかはい。えー、1、2、3番目。1、2、3番目に炭素がある。で、ここに何入れるんでしたっけえー、酢酸え、CH3、えー、えー、COOH。はい。お分かりいただけるかと思うんですけども、この OH とこの H が消え上がりまして、で、ちょっとこいつを近づきになってもらいましょうか。こいつが、 お近づきになってもらいましてはい COO これエステル結合でしたねはいこの先ちゃんと勉強するんですけどカルボン酸とアルコールが反応するとエステルができるよっていうのはこの後勉強しますあ正しいってことが分かっていただければまあ明らかに2番がおかしいので答えは2番だったわけです いかがでしたでしょうかでは、えー、次回、えー、セクション4でお会いいたしましょう。ありがとうございました。